清明祭を実際にお持ちいただいたんですよね。そんなもらえちゃうの？どうも、今年売れるネクストブレイク芸人と5年連続で言われてます、トンツカタン森本です。大人気企画でございます。こちら、介護職さんいらっしゃい、介護職ぶっちゃけトークはい、というわけでこちらですね、普段言えないような介護職の悩みを実際に介護職をしている方々に、仮面をつけてもらい、実際に思いの丈をぶっちゃけトークしてもらう、大好評企画でございます。本日も皆さんよろしくお願いいたします。はい、今回このお三方を迎えてお送りするテーマはこちら、もっと知りたい介護職のマル秘給与明細。もう皆さんお待ちかねですね。今回も皆さん給与明細を実際にお持ちいただいたんですよね。見せちゃっていいんですかこれ。渋々な感じありますけども見せてもらいますからね今日は絶対に。では、早速ですけども、有田さん、はい、給与明細見せていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、基本給が306,050円で、職務手当が3,000円で、夜勤手当が、5,000×6 で、3万円、そして、処遇改善手当で5万円出てるんですね。うん、で、もろもろ合わせて391,050円が、まあ、保険とかいろいろ差し引かれまして、支給されたのが301,727円ということで、なかなか、多い方かなと、僕は思ったんですが、どうですか、満足はしていらっしゃいますか。もうちょっと欲しいなと思ってますね、やっぱ。まあできるならね。できるなら。うん、いくらぐらいもらえたらいいなって。35万ぐらいね。手取りでそれもらえたらいいんですよね、はい、しかもまあ前回お話しいただきましたけども、まあ、シフト的にはもうちょっと減らしたいぐらい結構働いてらっしゃるから、自分の時間もないぐらいなんで、ならもっと欲しいなって感じですよね。そういうのあります。うん、で、あとやっぱきちんと処遇改善手当が5万出てるって過去最高じゃないですか。この5万っていう数字はこれありがたいですよ。この5万は。そうですね、やっぱありがたいですね。うん、これがないと生活していないですので、だいぶ変わってきますよね。うん、そうです、うん、これはちなみにどういう方がもらえる処遇手当になってるんですか。うん、1万は正職の方だけもらえて、うん、5万のうちの4万の方は勤続年数が10年以上で、うん、介護福祉の資格を持ってる人がもらえるって形です。うん、それぐらいしないとこの額はもらえないということなんですね。うん、上がり幅ってどんな感じできました。入職してから今に至るまで、うんうん、入社してから10年ぐらいまでの間は毎年4月に1回約8,000ぐらい上がってたんです。昇給してたんですけど、給料手が変わりまして4月に2,500円ぐらいしか上がってないです。うん、でもめちゃくちゃこう切羽詰まってるとかではなさそうですよね。そうですね、今のところは大丈夫ですけど、でも働いても全然なんですっていう感じではないですけどね。よく言えばね、もうちょっと欲しいと。そうなんですね。ますね。ボーナスはもらいました。もらいました。はい、いくらだったんですか。今月出たボーナスは手取りで47万でした。2.0ヶ月分ですね。うん、ボーナス年に2回ですか。はい。だいたい同じぐらいの金額が。夏は 1.5 ヶ月分ですね。まあ、その辺しっかりともらえてるんですね。有田さんは、職改善で、5万増えましたけども、はいはい、それはいつから増えたんですか。今年の10月から。今年の10月から、うん、あ、じゃあまあ最近ですね。そうですね。うん、それは言われたんですか、これ増えるからねっていうのは。言われました。それ額も言われて。額も言われました。言われました。めちゃくちゃテンション上がったでしょ。そうですね。いや、そうですよね。やっぱり1万と5万でちょっと違うので。全然違いますよね。違いますよね。急にもらえる5万ほど嬉しいものはないですからね。そうです。おー、羨ましいですよね。続いて石川さん、よろしいでしょうか。はい、お願いします。失礼します。基本給が163,900円、正解金手当6,000円、夜勤手当25,000円、日祝手当4,000円、時間外勤務手当6,295円、積み立て手当13,659円、
で、終わりまして最終的にもらえたのが234,054円ということでございますけども、こちらどうですか。ちょっと先ほどのお話聞いちゃうと歯医者さん見てえ、そんなもらえちゃうのっていう驚きました。割と似たシフトにこれぐらい入ってて、最近これぐらい入っててっていうのがあったんで、まあ石川さんの予想的には同じぐらいかなと、まあ、いうふうに思ってました。安いとは思うんですけど、まあ言ってもね、多少の誤差あったとしても数万円程度だなと思ってたら、まさかの30万ということで、有田さんと清明祭をこう喋ってる時は結構震えてました。おお納得はいってないですか。納得はいってないですね、うん、やっぱり業界平均から見ても低いとは思ってたので、うん、まあそうですよね、勤務日数が19日ということでございますけどもね、うん、だから1日しか変わらないですね、有田さんとね。処遇改善加算はついてるんですかね。会社が言うには、まあ、その基本給に入ってますよっていうような話なんですけど、まあ、どう考えてもやっぱり少ないですよね、入ってたとした場合、そこから引いちゃうとものすごい基本給になっちゃいますから。ボーナスの方はいかがでした、まあ、これもだいぶあれなんですけど、はい、1ヶ月なのでその16万。そうか、後続年数4年の中で余りましたか、はい、あんまり変わらない。入った時は153,000円とかだったかもしれない。まあ、まあそこから比べれば上がるのがいいのかなと。4年で、まあ、1万円程度上がってるということでございますね。上がり幅で言ったら、まあ、有田さんと同じぐらい年に2500円とかそれぐらいなんですかね。どうしていくつもりなんですか。今後はこのままの給料でいきますか。転職もやっぱりちょっと視野に入れてっていう風にはなって、まあ転職したんですけれども、まあそうですよね、はい、そうなんですよ、ね、結果でございますけども、転職して給与は変わりますか。そうですね、手取りで26とかそのぐらいにはそれでもね、まあ上がった方法ではありますけども、まあよく言うともうちょっと惜しいですよね。最後に告知です。ケア協では介護職の皆様限定のアンケートキャンペーンを実施中です。お答えいただいた方に最大で3000円のギフトカードをプレゼントしています。詳しくは概要欄をご覧ください。というわけで次回も介護のためになる話、略して介ためな話をご用意しておりますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしま す。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。ヤッホークメンです。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。あとは LINE と Twitter の登録もお願いします。詳しくは概要欄でチェックしてね。また見てね。